郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンターは福島県郡山市にあるインキュベーションオフィスである公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構が運営している郡山地域を中心とした大学等の知的資源や産業支援ネットワークを活用し技術シーズの事業化を支援していく施設として郡山商工会議所福島県郡山市 日大工学部により2006年8月、日本大学工学部キャンパス内に設置された。製造業を中心として、新たに事業を開始しようとする人や新製品の研究開発に取り組む企業などを対象に、低廉な料金で入居できる、企業支援室の提供や、各種工作機器を備えた、試作センターの優先利用、インキュベーションマネージャー、技術コーディネーター、 技術指導員等による技術面、経営面でのアドバイスなど、研究開発から事業化まで一貫した企業支援を行っている。また施設は24時間365日いつでも利用可能である。郡山商工会議所開放2006年4月号。2015年4月6日閲覧。新たなものづくりの拠点郡山市 HP。2015年4月6日閲覧。 ありがとうございます。